Jamaica, King. Yo, yo. Oh, fuck. Yeah. Okay. Hey, Kingston, Jamaica. I want to get hold of you. Okay. Oh, okay. Okay. Tickets. Okay. Okay. Rainy, no? Yeah, first time here? See. Four months ago. Okay. Driver, come for you. Rain is still, I need to know. Wait, you take picture? I don't, it's a video. Beautiful girl. Yeah, video your driver. Okay, thank you. Good view. I wanna see Usain Bolt. スペイン語が全然楽やわ。すごい緊張しました。ここはジャマイカは英語圏なんで、1週間英語頑張ります。キューバの時もそうだし、ジャマイカの時もそうですけど、 ワンちゃんかわいい。ワンちゃんいっぱいおる。とりあえず、この室が、30度借りてて、とりあえずこの宿、キングストンにいたいと思います。今マイポーズ。ビデオ見、アーユー。今ビデオ。オッケー、ワッシングザカー。オッケー。オッケー。 じゃあ、I'm taking you walking。すごいよ、彼はね、ここにある、ここら辺にある車、こうやって歩いてます。みんなあらってるの、こうやって。あ、いや。オッケー、オッケー。頑張れ、グッジョブ。いいね、かっこいいね、クール。 はい、頑張れ。やるやで。多分ああやってね、もっと洗って仕事いっぱいいます。10人ぐらい。10人ぐらい。はい、okay、from Jamaica to Japan。From Jamaica to Japan。Straight、Japanese them。 Yes, kind of rock. Dance. Hey. Okay. Oh, yeah, nice.
ナイステクニック、テクニシャンだね。あ、落としたよ、落としたよこいつ。ここは、ここは何？ジュニアハイスクール、ここ。ハイスクール。ハイスクール。ここは高校生、高校、高校生ちっちゃいよ。ハイスクール。彼ら学生ですね。What's your name? 歩いてるとめっちゃ金くれ金くれ言われます。金くれ。そうでもまあ、どうだろうね。わかんない。あ、いいね。いいよ。ジャマイカ人っぽい、ジャマイカ人っぽいジャマイカですね。俺もジャマイカ人っぽい、ジャマイカ人っぽいジャマイカ。あ、オッケー。下辺は車が多いですね。この真っ黒のやつ何やろ、爆弾みたいな。これは What is this? あ、グレープフルーツ、グレープフルーツらしい。あとで、after this, after this, OK。グレープフルーツ、あのグレープフルーツ、あんな真っ黒ここら辺はクラブが多いですね。クラブ、クラブいっぱいいますね。前、トラベリオンでシャンプー、あれこれはフォーボディ、ボディか。How much? 18と、あ、これはハボンか。これ、アイボン。Everything how much? 130です。130。これは飲み物です。飲み物です。飲み物です。あ、OK。やっと飯です。腹減った。今さっき外行ってビデオ撮ってたら暴動があって、今ビデオ撮るなみたいな。めっちゃ暴れてましたね、人が。地元の人がいっぱいわーって走ってて、ガジュマがいっぱいわーって、で交通網がもう道路に人があふれ返って、もうやばかったですね。さすがにちょっとビデオ撮れなかった、危なくて。今までの国とは違うから、ちょっと注意して、レポートしていきたいと思います。とりあえず飯を食い、今日は休んで、いろいろ明日からですね、活動を開始します。よし、買いました。このジャマイカ帽子とこの新しいサングラスですね。これでまあ、俺はジャマイカ人だと気持ちでジャマイカレポートします。I'm Jamaica, I'm Jamaica, I'm Jamaica、こういう感じで。ちょっと雨ですね。外出れません。すごい気持ちいいですね。いい匂いのし。ですね。OK, I'm ready. I'm ready. 今からですね、タクシーをチャーターして、キング市内を、キングストン市内を、探索したいと思います。今日のドライバーはジャマイカ人の方です。お願いします。あ、オッケーね、つれも。
of everything that all of us should be united together as one. It doesn't matter what cultural background we are from, so united we stand and divided we fall. So unity begins with you, and that's what it means basically. Let's get together and what? Feel alright. No, we're in this section, guys. We also have an interactive drum kit which was donated to us by the Grammy. Yeah. Come on, guys, what do you want to sing? Seriously? Yes, all right. Don't worry, yeah, about a thing. Oh, yes. Everything gonna be all right, eh? Bitch, by my doorstep singing. Everything gonna be all right. Rise up now. Rise up this morning. あのシェフね、このこれ、あ、そうです。今来ているのがですね、タフゴング、スタジオって言うんですね。世界有数のあの、あ、そうだね、アフタリーさん。はい、ただいまですね。ボブ・マーリー・ザ・ビーラーズにより、1965年に成立された、レコーディングスタジアムに来ております。世界有数の、レコーディングスタジオとして、とても有名です。今見学ツアーみたいな感じでやっております。ゆるいツアーですね。まあ、タフゴング、スタジオ、ボブ・マーリーの絵があります。すげえな。あのね、あの案内の人すげえ、すげえ絡めよ、いろんな人にね。いいけどさ。Alright, let me see if I can turn on the AC and get some cool, to get inside the cooling down. Five girls, seven sons. So all top of seven boys, guys, one of them are right now. So it's really a difference one of them. And guys, meet one of the makers over there. This was one of their biggest Giant New World Tour ever took place in 19... Mr. Brady from Trenchtown, along with some 3- and 4-year-old babies. はい、トレンチタウンカルチャーヤード入ります。 Here. Good. Thank you. Thank you. Romaris first motor vehicle. できてこれ何なんだろうね、ちょっと俺もよく分かんないで来てますけど。ボブ・マーリンの前のお家みたいですね。ここにはいろんな、ボブ・マーリンの、部屋だったりだとか、あと昔運転していた車であったりだとか、あとフレンチタウンの、有名な、アーティストとのコラボ写真とかが展示してあります。ちょっとね、ジャマイカすごい写真と動画の制限が厳しくて、なかなか撮れないんですが申し訳ございません。すごいでも面白いですね。なんかさっき言ったところもレコーディングスタジオだったり、あとレコードの作り方みたいな説明を受けて非常に面白かったです。あ、でもまだねトレンチタウンのイントロダクションカルチャー、right? そうね、It's like a... あのおじさん撮ってきた。すごいね、ボブ・マーリーの絵がね、たくさん見られるんですよね。あ、ウサイン・ボルト。OK。I like painting, wall painting.
すごいね、メニーボブ周りすごい、めっちゃあるね。俺が思ってたジャマイカはもっとこう、なんだろう、ヨーヨー系だったけど、なんかすごいね、ゆったりしてます。みんな音楽を崇拝してます、崇拝。神のように崇めてる、バッソブマール。面白いですね。ここら辺がタウンらしいですね。こういう感じで、まあ、なんか屋台って言えるかどうかみたいな感じですけど、まあ、ここら辺にそういう地元民、ジャマイカ人が地上で買うようなものがここに沿ってますね。果物、洋服、何でもあります。道は広いですね。すごいね、めっちゃ混んでる、はい、今降りた場所がここです。ボブマーリンの像がある、まあ一番の名所ですね。ここが一番のね、有名スポット、観光客です。ここです。ビデオ撮ってボブマーリン、ボブマーリン本当に、まあさっき、まあ言ったんですけど、あんまりビデオ撮らせていただけなくて、ビデオはあんま残ってないんですけど、さっき言ったのがボブマーリンスタジアムと、あとボブマーリンが、実際にレコードしていた、レコードスタジアムで、まあ、本当にボブ・マーリンっていう方がどれだけこのジャマイカの、ゴッド的存在、ゴッド的カリスマ的存在かっていうのが、本当に街を歩くとすぐに分かります。音楽もなんかガンガン流れてるし、こう、ペイントアートっていうんですかね、いや違う、壁のアート。ここがですね、ボブ・マーリンミュージアム、ボブ・マーリン博物館になります。なんかジャマイカは撮影がちょっと厳しくてね、多分カメラ回収されちゃうと思うんですけど、まあ、とりあえずこちらになります。じゃあ今から、こちらです。こんな感じです。中入りましょう。Anyway, OK。 一応中は撮れないけども、ここだったら、まあ、ビデオ写真はいいですよって言われましたね。ここがお庭になります。で、中からちょっと撮影できないので、ちょっと待ってください。ボブマーリーの写真がですね、買ってからって言われました。チケット買います。はい、まあね、ここがボブマーリー博物館で、キングストン最大の見どころになります。1972年に契約したアイルランドレコードの社長クリス・ブラックウェルが住んでいた家を1975年に購入し、家族や音楽仲間と共に暮らした、かつては1階にオフゴングスタジオもあったそうです。建物は、2階建てになっていて、家具などはほとんどなかったんですけども、寝室だった部屋やキッチン、レコードショップ、の再現などを記録できました。またこの裏手にですね、1976年に狙撃された、部屋があって、壁には弾丸の跡が残されていました。あとは最後に、まあ、ビデオを見て、終わるという感じでした。すごいですボブ・マーリーはね、子供めっちゃいたんだよね。どこだっけな、ほら、ボブ had 12 children 7 boys andファイブガールズって、12人も子供がいた。さっきその写真もありました。
めっちゃいたんで、子供囲んで音楽弾いてました、ギター弾いてました。歴史です。さっきのおじいちゃんが待ってるんで、あの人が待ってるんで行けます。トイレもあるな。すごいちっちゃい加害とかめっちゃブツブツが。You ever go to El Cha Beach? No, I have not. You want to go? Yeah, you have to go. You want to go? Okay. After Port Royal. Okay, after this. But you have to give me $4,000. Okay. That's okay? Okay, how much? I'm going to say a very special $4,000. $4,000? Yeah. $4,000? Okay, I have. Yeah. Okay. So we went circle, you know? Okay, okay. Yeah, no problem. Morning, new fans. Sisters and brothers. Morning, internet family. Instagram family. Network family. Facebook family. Morning, morning, morning. I'm sorry. Now taking video. 今向かっているのはですね、ブルーマウンテンのふもとにあるコーヒー農園に向かっています。あの有名なブルーマウンテンの聖地はここジャマイカです。それの麓にあるコーヒー農園に向かいます。ここでコーヒー飲めるみたいな、コーヒー飲んで味わいたいと思います。Just walk, go up. Okay. Yeah, and tell them. Okay, okay. When finished, come back right here. Okay, here, ne? Yeah. Okay, thank you. Thank you, thank you. I'll go buy drinks around, so I'll come back right there. Okay, okay, okay. Yeah. 連れてきてくれました。ここですね。ここを上がると、コーヒー農園です。コーヒー飲みます。ささ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 さ。来ました。ここです。コーヒー農園になります。こちらにですね、日本人の像がありますね。 UCC、創業者、上田忠夫ですね、書いてあります。ん？ノノノノポキッとありがとうでもスパニッシュイズベタフォーミースパニッシュCan you speak Spanish? No. Can I drink? You may come to you. Where can I buy tickets? Eh? Where can I buy tickets? Buy what? Ticket. Ticket? Ticket. Soon, after this way. Okay. The yellow is cute. Oh, the pool. Hola. 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 Hello. In Jamaica, it's like...Mm-hmm. Occasionally prohibited, right? Yeah. Prohibited the museum and the... Oh, where are you? Music? Music. What is this? What's your name? Lincoln. Lincoln? Yeah. Oh, かっこいい。Cool name. Lincoln. Lincoln. This place here was by Yushima, you know? Ah, see. Japanese? Japanese? Yeah. Ueda, Ueda かな? We're in Tokyo. Tokyo?Yeah. I live in Tokyo. You live in Tokyo? Yes. Okay. You see that statue down there? Where did I take the picture? I see, I take a picture. I yeah. took already. That is Yushima. The father. That's Yushima. Mm-hmm. But he died. And his son running there. Yeah. Cut my joke. Cafe, ne? Cafe. Yeah.You don't drink coffee? Coffee, this. You drink coffee? Yes, I love. A lot? I love. Coffee? No, no, no. I love. Every day, every day. Every day? Every day. Today I also breakfast. What, Blue Mountain? Blue Mountain one is famous for in my country. In your country? Among young people, every day, Blue Mountain. My father used to love.Blue Mountain. Eh? Blue Mountain. What is your father's name? My father's name? Yeah. Hiroshi.
ヒロシ。ちょっとジャマイカ人の英語聞き取りづらいですね。いや、well, this family is run by 長さ。長さ？いや、あの高本。高本。いや。They are from Japan. What's your relationship with you? They own all this farm. Ah, all this. Co-worker? Yeah. 日本人のね同僚がいるらしいです。二人。名前今忘れた。長っ。ここ標高。あ、これか。テピカ。これです。これ。これがコーヒーの原材料です。コーヒーの元。これ全部コーヒー農園です。プランテーション。Everything is plantation, right? Yeah. Coffee plantation. We only grow coffee and banana. あ、バナナも？ Yeah. バナナもあるら。書いてある。標高が800から880メートルです、ここ。斜面に約40万ものコーヒーが売られています。This one is a special. これスペシャル？ Yeah. What's the difference?Different from the typical. あ、違うの？ Yeah, give you a different taste. Yeah. あ、あれとさっきのあそこのはちょっと味が違う。Different taste で。スペシャルらしいですね。最高級。That's what I repeat. Yeah. お、なんかってこれ。これね。I think biggest よね。Yeah. 大きいよね。ちょっといい。ああ、これがさっきのあれより大きいですね。一つ一つ。なんか it's like it looks like a cherry。いや、チェリーみたいな。さくらんぼみたい。さくらんぼみたいな大きさでした。ち。ああ。ああ、すげえ。For the first time to see here, it's gonna be a good experience for me. Yeah. Where you stay? Kingston? Yes, Kingston. Oh. Nearby restaurant, Usain Bolt Run. Okay. Are you Japanese? Japanese. Come down straight there and then go left at the gas station in Asia.Pick a picture. Hello. Hello. From Kingston, it's like 35 minutes from here, 40 minutes the most. So in 40 minutes, you should be by Mandela. So these are Arabic coffee plants. So machine なしで全部手摘みで収穫してる。Yeah, all hand mine. So the worker will take only the red fruit.At any point in time. When is the season? No, between September and around January. Yeah. 12月から1月までが収穫のシーズンで、マシンなしで手づかみで、コーヒーを収穫するみたいです。いい香りですね。窓でもコーヒー飲める。The green coffee bean. Fotos. I'll smell it all. Yeah, when we get it off. But all operates really. Put the coffee in, don't taste. This is where it cools. Once it gets here, you must engage this. The coffee comes out, it spins, and cools. Once this is done, in person start purchasing beans, you get the coffee whole bean. If not, you have to ground up the coffee. So this here is our grinder.Whichever grind you prefer, grind it on. Get the beans. Close. Raise. Set the grind. Fold. And here you have.One is percent
Jamaica, Blue Mountain coffee. Oh, it smells really good. No additives. Oh, no preservative. Just the best coffee in the entire world. Oh. Yes, yes. This is it. So nothing added, nothing. さあ、今からコーヒーです。今からコーヒー飲みますよ。ほら、上島忠夫さん創業者、忍耐努力感謝って書いてあります。ここ管理室ですね。どんな。忠夫さんのなんかね、こういうのがあります。忍耐、努力、感謝です。忍耐、努力、感謝です。大事です。農園の管理事務所として使われているクレイトンハウスはイギリスの当時時代にジャマイカ総督の別邸として建てられた由緒あるもので、それを1981年ジャマイカ政府が外資を入れようと売りに出した時に UCC が買い取ったのだが、この時ミック・ジャガーと競争になったというエピソードがあるそうです。現在はオフィスとして使われているほか、宿泊施設としても利用されています。そして、ここで収穫された、ブルーマウンテンコーヒーの 80% が日本に輸出されているみたいです。てかコーヒー待って、何を待ってる。コーヒー、これがあれな、これが一番最初のやつで、これはすごい甘かったですね、食べたら。で、まあこれは濡らしたもので乾燥させて、でその後に時間を経つとこれぐらいずっしりします。でこれをここに入れて、大きさごとにこうこうやってガラガラガラってやって分けていくみたいですね、大きさごとに。これがとても大事な段階で、まあジャマイカにもいろんなコーヒーがあるんですけど、やっぱブルーマウンテンってこのエリアはやっぱし気候も全然違くて、最高級のコーヒー豆が作れるみたいです。今からコーヒーを試飲します。本当に甘いですよこれ。来ましたね、コーヒー美味しそう。引いたばかりの出来たてのコーヒーです。美味しいです。すげえな。 Yeah, so that is honey, regular milk, brown sugar, Jamaica condensed milk. Ah, Jamaica. Yes, condensed milk. Sweet. Sweet なの? Very sweet. If you put sugar, it's very sweet. 本当だ。これジャマイカミルク。Condensed milk, Jamaica style. すごい、なんか。Very sweet. Slimy だ。Very sweet. Ah. Ah, oh, ma, ma, ち、too much. Yeah. Ah, too much. Kill the coffee too. Ah, okay. そう、そうじゃない。殺すって言われたよ。はい、お待たせしました。ここはですね、ポートロイヤルです。あの有名なパイレーツ・オブ・カリビアンでした、あのポートロイヤルでございます。ここは1655年にですね、ジャマイカがイギリスによって占領されて植民地になると、ポートロイヤルはイギリスの王室公認の海賊の本拠地となって繁栄しました。ここら辺ここに入るのかな。行ってみましょう。これですね。よくわからないですね。Yes. あ、sorry。お金必要だった。
How much? How much? Are you ready? Ah, no, no, no. I paid the money. Thank you. $10. はい、かつてこの地域はポートロイヤルですごい栄えていたんですけども、 1692年 による大地震によって津波が発生してポートロイヤルを襲い、全て飲み込まれて町は壊滅したそうです。財宝も海賊たちも跡形もなく消えてしまったと書いてあります。地域行きたいんだけどな。そこのね、 900何年の大地震で傾いた家に行きたいんですけど、ここに。はい、はい。は、それ。ああ、はけない。ごい。階段がある。こっち？どれどれ？こっち？ あ、これか。オッケー。あ、ここが。あそこにあるのがですね、さっきも言った907年の地震で傾いたままのイディハウスだそうです。ああ、すっげえ傾いた。何度ぐらい傾いてる。 入れる？これ。うわ。これ石投げます。ほら。すごい傾いてます。わかりますか？この風向き。ダラランダンダラランダンダララ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 ンダ
これまた多分地震で埋没した感じですね。埋没してます。だからほら下にね、あ、潜っちゃってるよねこの建物。公認の海賊の本拠地となっていまして、海賊たちはカリブ海を行き来する各国の、商船を次々に襲い、金銀財宝を奪う。本国のイギリスに持ち帰る前に無事ここに加えていました。で、特にオールドデビルと呼ばれて恐れられていたのがヘンリー・モーガンで、彼らはこのポートロイヤルでやりたい放題の生活をしていたそうです。ヘンリー・モーガンがすごい人らしいですね。あとはグーグルで調べてください。酒飲んで、ね、せっかくなんでね、ここから、あー綺麗に来られた。せっかくなんでここから、そこに海があるんでね、海賊たちが見ていたこの海を少し堪能して行きましょう。見えてきましたよ。I can't believe it.
This construction is for company the Chinese. Ah, すごい. なんかここら辺にあるね、旗とか、あの、くらいてる。チャイニーズ。この道中国人が作ったみたいです。だから、あの。 建設してる人のこの欲がチャイニー中国語で書いてある。中国すごいっすね。ちょっと世界中どこでも活躍してます彼は。 スパニッシュタウンはね、ちょっとバッドプレイスらしいんで、車の中からビデオでお送りしたいと思います。治安があんま良くないみたいですね。幅出しないから、2022、25キロぐらいの位置にあります。ちょっと、あ、すごいね。 スパニッシュタウンはですね、1872年にキングストンに首都が移されるまで、この町がジャマイカの中心地だったみたいです。 元々はジャマイカの先住民であるタイの族が住んでいたところに、1525年コロンブスの息子のディエゴ・コロンブスが侵入し、スペインのための、スペイン人のための町として作ったもので、当時ビラデラ・ベガと呼ばれていました。これは、なのでこの地には、スペイン当時の スペイン当時の、スペイン統治時代の、建物が多くの残されていて、狭い路地などには、このようにですね、スペインの過去の名残の建物がたくさん見られます。本当に狭いですね、路地。道が道路は。整備もされてるけど、あんまり綺麗ではないですね。ああ、本当ですね。レンガ造りの家とかが多いですね、建物。 これは、スパニッシュタウンの中心地ですね。中心地。一番人が集まってるスポットで。ジャマイカ人はね、仕事が少ないみたいで、なんか、仕事がないから、なんか副業いっぱい持ってるらしいです。なんか、道路で、それこそ前撮ったビデオみたいで、車を洗車したりだとか、あとはタクシー。 やったり、いろんな仕事して、お金稼いでみたりしても、給料は少ないみたいです。スパニッシュタウンの線って、ここら辺はまあ、いっぱい人いますね。屋台とかありますね。 雰囲気を味わいましょう、雰囲気を。
まあかつてのねキングストンの前の木があれは変わった木あれ木です木今日のご飯はですねカップラーメンでした前回これ食べたんですよこれ辛かったかなあとこのイタリアンも食べましたこれ美味しかったあの今日はちょっとカップラーメンどうだろうこれにしようかなチルコあジャパニーズヌードルジャパニーズヌードルでしょうかはいこれもねこれチャイニーズヌードル yeah, mostly. Mostly? ペロニシン is from Japan ニシンニシン、yeah, ニシン from Japan Today はビーフフレーバーです野菜とかありますねなんかこれは美味しそうですねここら辺はスパイシー見たことないなんかビーンズとかありますこんな感じですジャマイカはね米食うんでねジャマイカは米食いますだから米ありますけどちっちゃいですね米がお米は結構豊富ですあとこのフライドはジャンクフードしかないんだよねシャマイカこんな感じですここをねここはあのうちの家渡るのに毎日ここの通り通んなきゃいけないんですけどここね歩道がないんですよ歩道がなんかいつも命がけでここを渡ります超危険ですよ一回ひかれそうになったりガンガン通るあ危ないですマジでねマジであのさ歩道がなくてどこにいてもみんなすごいなと思いますみんな本当にスルッとねかわしてこう反対の方に行くんですけどちょっとね危険ですねはい、買ってきましたね。食いましょう。
これやばい。これやばいね。ただいまですね、ブルーマウンテンの上からお送りしております。ブルーマウンテンで音楽流してる場所があって、今がそこに向かっています。 Thank you. Yeah, in a way, yeah. You got to the best final. Oh, yeah, okay.